こんばんは、6時のニュースをお伝えします。昨日、松戸市の公園で1週間にわたり悩まされていたスズメバチの巣を1人の男性が勇敢に駆除したことが分かりました。実際に駆除した男性にインタビューをするため、さくらアナが現場に向かっているみたいです。さくらアナ。はい、こちら現場のさくらです。実際にこちらが現場になっております。スズメバチの巣はそちらの換気扇の下に直径80センチほどあったと見られております。それでは実際に駆除した方にその時の状況をお伺いしたいと思います。大丈夫ですか。大丈夫じゃないです。実際に駆除した時のことをお伺いしたいんですけれども、周りに助ける人がいなかったんで、はい、その駆除しに、それで僕が駆除したんですけど、このありさまです。最悪です。周りの方はとってもその勇気に助けられたと思います。173箇所刺されてるんで、僕が助けてほしいです。笑ってます？いえ、失礼しました。まだ笑ってます。まだ？まだって笑ってません。まだ痛みますか？見たらわかるでしょ。そうですよね。はい、インタビューは以上となります。ありがとうございました。それでは現場からお伝えしました。大丈夫か？今の時期はスズメバチが活発に活動する時期です。皆様も最新の注意最新の注意を払いましょう。以上、ニュースをお伝えしました。